私ワンショットですよ。いきなりやっと戻ってきたけど、やっと戻ってきましたね。最近が どこ行ってるんですか。電話繋がらないですけど。いやあのね、スマホとか一回なくして、はい、それからもうスマホとか持ってない。もともと SNS 嫌いだからですよね。僕もあんま好きじゃないですけど、うんうん、そうなんだ。から全然そうだね、電話見ないね。ね、まあちょっと山ごもりしてて、山ごもりして髪が茶色くなってきたんですよ。それも結構前から茶色くしててね、前茶色くし始めてて、そう、それで今日だから今日も偶然俺昨日こっちへ来て、こっちへ来ていきなり家に来たら電話鳴って、普段電話鳴らない生活してたから、あれ電話だと思って取っちゃったら、無言で切れたんだよね。あ、そうなんですか。何だろうと思って切って、それで昨日と今日で用事を終わらせて、さっき帰ろうかなと思って、でうちの下に降りたら、ここの下に降りたら、うん、ケントがいるから、そう、なんで突然来たかっていうのはですね、うんうん、ださん今月お誕生日でしょ。そうだそうだ、今月で俺19日で51になる。51、うん、まあまあいいじゃないですか。51歳、ね、51 ね、 ね、うん、そうだ。51 D51 で51で伊達51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 さんだよ今年から。伊達51兄さん名前変えて伊達51兄さん。伊達51兄さんでいいじゃないですか。もう伊達51にしちゃ力弱いな。いや伊達51はそんな権威力ないんでね、うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ長寿かもしれないね。そうなんですよ、うん、で、62歳だったら C62 って C62 そういうのがある11年後だね。そうですね、うん、じゃあちょっとデゴイチ兄さんに、デゴイチ兄さんになっちゃったのか。デゴイチ兄さんちょっと男磨いてもらおうと。ありがとう、はい、ありがとう。何これはですね、ちょっと開けていただいて、うん、僕も使ってるんですけど、うん、このシャンプーすっごい良くて、シャンプー、はい、誕生日でシャンプーもあったの初めて。何もでもこれ化粧水なんですけど、うん、このね二刀流でね、うん、もうバッチリなんですよ。あ、そう、これ全身いけますから、うん、シャンプー、はい、頭顔もあの体もうまあそこまで。あ、なんか葉っぱが入ってる。この葉っぱ絶対取っちゃダメです。これがね泡立て効果があって、うん、ですごい無添加っていうのなんですか、この、うん、確かね全身皮膚科の研究チームが作ってるやつなんです、うん、すごい優しくて、でこれはまた別の会社なんですけど、うん、副鼻水って化粧水で、うん、これもまあ分量いっぱいつけてバシャバシャっと